万博桜祭りに出演させていただきます。スイープ16回のルビーです。いちかです。代表です。はい、ねえ、こんにちは。こんにちは。今日は今日はね、重大発表があるんですけど、スイープ16回に入れるっていうオーディションを開催することになりました。やっと。でもなんかこういう企画っていうのできてすごい嬉しいなと思います、うん、オーディションの内容とか詳細をちょっとね、今から説明していこうかなと思いますので、ちょっと皆さん聞いてください。まず参加できる年齢は、新中学1年生から新高校1年生の女性が応募できます。はい、そうですね。みんな若いし可愛い子いっぱいいると思うから応募してほしいですね。うん、女の子限定です、今回は。あとは日本に住んでる方、収録に来てくれる方です。あとはスイート16委員会の SNS をよく見てくださってる方、インスタとか TikTok とか皆さん見てくれてますかね。見てくださいね。自分たちの意思で応募したいと思ってくれてる子が応募してくれたら嬉しいです。あと親御様と事務所所属が応募を応援してくれる方、そうやね、応援大事ですから。じゃあ受付期間は2023年の3月21日火曜日19時から2023年の4月13日木曜日23時59分までです。はい、だからまあ1ヶ月くらい大体あるから、それまでにいろいろ考えて応募チャレンジしてほしいです。いっぱいみんな応募してくれたら嬉しいな、ね、うん、で応募してくれた子の SNS を見させていただきます。はい、そして今回は特別に河川アリーですよ。アリー、普段ね、自分が推している子を、うん、スイート16委員会にも入ってほしいなっていう子を推していただけたらと思います。うん、1人1アカウント1投稿までとさせていただきますので、うん、お願いします。移行してください。お願いします。スイート16ってどんなことしてるんですか？基本的に、まあ、スタジオで可愛いドレス着てみんなで自撮りしたりとか動画撮り合ったりとか TikTok 撮ったりとかもしたりね、あと配信とかもちょこちょこしたりしてますね。YouTube 撮影もみんなで定期的に集まって、うん、16歳の子のお誕生日パーティーとかしたりとか、サプライズがすごいんですよ。そう、ドリフトはサプライズが本当にもうめっちゃでかいよね。そう、毎回毎回すごいし、お祝いとかサプライズされたら嬉しいと思うから ね。 YouTube 見てどういうサプライズしてたかも見てみてください。あとはスイート16回のメンバーでいろんなステージに今まで歩かせてもらったことがあって、まあ、もう少しでシンデレラフェスっていうね、私たちが結構憧れてたステージにメンバーみんなで歩かせてもらえるっていうのがすごいし、多分見てくれてる中の子でもシンデレラフェス見に行ったことあるよとか出たいなと思ってくれてる子もいると思うから、まあ、そういうきっかけになることもあるから、ぜひ皆さんね、そういうのもチャンスもあるのでどしどしお願いします。お願いします。ね、嬉しいな、ね。まあ、東京行ったりとかも大阪とかもあるんですけど、まあ、いろんなとこ行ってお仕事の経験もできると思うし、ね、みんな本当にメンバーいい子やから仲良くになれるかなと思います。どんな子が来てほしいですか？明るい子、元気な子が来てほしいな。で、素直でいい子、うんうん、やっぱりね、発信力ある子とかも欲しいなと思う。とりあえず仲良くなれて明るい子かな、から、うん、大事よね、やっぱり。皆さん、応募はウェブサイトの方から来てください。ボタンがあるのでポチッと押して応募してください。よろしくお願いします。お願いします。たくさんの応募待ってます。待ってます。バイバイです。スイート16委員会でした。バイバイ。ありがとう。皆さん、こんにちは。スイート16委員会のノアとミヤとひなのといちかとメガンです。16歳の誕生日を幸いにお祝いするのはスイート16委員会。イエーイ。万博桜祭りにて私たちスイート16委員会が出演させていただきます。イエーイ。楽しみ楽しみ。ひなのちゃんは今日初めてのそうなんですよ。メンバーとしてね、初めてのステージですね。どうですか、意気込みはどうぞ。もう昨日からもう夜も寝れなくて。マジか。マジか。朝も寝れなくて。寝なくていいんだけど、もう本当にもう楽しみでしかなかった。その髪の毛してる時もメイクしてる時ももうちょっとめっちゃ気合入ってますもんね。ありがとうございます。かわいい。かわいいです。、うん、はい、今回ね、トークショーもあるらしいから、うん、そうちょっと緊張せずに喋れるかな。ちょっとひっちゃんのトーク魂がやばい、緊張させて。やばい。頑張ります。頑張ります。それではやっていきます。ショー。お送りしておるのは大雨の中の桜祭りでございます。万博です。
太陽の塔で見えます。はい背中裏側背中前でも楽しいな。そうそう、今からリハやって本番してきます。はい、出る順番決めよう。あ、じゃんけんしましょう。じゃあ代表は音葉ちゃんの代わりな。はいはい、最初だけじゃんけん。はい、はい、でしょ、リリーでしょ。おー、もう勝やん。音葉ちゃんどうしますか。5番。はい、5番。あれ、どうしよう。2番で。はい、6。1番で。はい、3番で。じゃあ4番で。はい、決まりました。じゃあこんな感じで構成とか考えてやっていきます。はい、2番の人たちが前です。うん、こっちが前で、2番ひなのちゃんはこう行って、いっちゃんと同じ感じで。あの、急遽リハがなくなりました。やばい、やばい、元気ぶっつけ本番で頑張ります。先考えたもんな。うん、はい、考えました。でもめっちゃ簡単やからこれの次ですか。2つ失礼してます。この次ね、次もうすぐドキドキ。自己紹介頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まず私たちはスイート16会です。はい、じゃあ自己紹介します。はい、スイート16会のいちかとのうとおとはとみやとめがんとひなのです。イエーイ。ね、まずスイート16会って何って思うと思うんですけど、何のグループってなると思うんですけど、スイート16会っていうのは16歳のお誕生日を盛大にお祝いする海外の文化を日本に取り入れて、私たちが発信していこう、広めていこうっていう活動をしています。はい、まあ、私たちスイート16会どういう風に広めてるのか、何をしてるって感じなんですけど、まあ、基本的にはドレス着て TikTok 撮ったりとか YouTube 撮ったりとか、その16歳のお誕生日の子を、まあ、YouTube でいっぱいお祝いしたりとか、あと今までどういうことしてきましたか。皆さんスイート16会に入ってきて活動、メガンはヘリコプターなってたな。16歳の誕生日祝ってもらったな。YouTube で、うん、ぜひ見てください。ね、ノアが一番印象に残ってるのは、うん、私たちみんな大阪の子とか、おたちゃんは違うんですけど、そうか。だけど、東京ディズニーランドとシーンにみんな行ってたりとか、あとユニバも行ったな、うん、ユニバとか、そうリムジンに乗ってんの、ドレス着て、あ、そう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 、めっちゃみんなで可愛く写真撮ったりして、そうそう、自分の好きなドレスをみんなで選んで、ヘアメイクとかもしてもらって、うん、そうそう、もう自分が一番可愛い状態でリムジン乗って、本当に私たちの憧れの、はい、
ことをいつもしてますね。あとはゲストでね、前吉ちゃんとか、ムメイちゃんとか来てくれたりいっぱいして、みんなで盛大にお祝いしてます。あとなんか YouTube とか TikTok だけじゃなくて、このメンバーで今までいろんなね、ファッションショーとかステージとかトークショーにも出演させていただいてて、まあ、4月もね、まあ、ファッションショーのイベントとかもあって、あとまずこのスイート委員会メンバーに入りたいっていうのもね結構今まであったので、今、スイート16委員会に入れるオーディションを募集してるんですよ。そうなんだ。可愛い女の子を募集してるので、ぜひみんな可愛い女の子を応募してください。はい、一緒にメンバーとして活動してくれたらね、嬉しいね、まあ、盛り上げたいし、ね、うんうん、広めたいんで、うん、よろしくお願いします。お願いします。あと最近ね、また始めたことがあって、スイート16委員会パーティーっていうのを全国で今してまして、4月では大阪でもするんで、ぜひ前も募集してるので、みんなエントリーしてください。はい、待ってください。お願いします。明日はどこでパーティーがあるんですか？愛知の一宮というところで、はい、私も行かせていただきます。ね、過去では東京でねパーティーもあって、参加した方、東京のパーティーどうでしたか？東京の八王子の方でパーティーさせてもらったんですけど、スタジオプライムっていうスタジオさんに貸してもらって、もうドレスともうスタジオの可愛さがほんまに多くて、ドレス着れるのが最高。もうミア3着ぐらい着ました。もうTikTokもいっぱい載せてたな。めっちゃ、うん、もうミア載せまくりでした、うん、可愛かったです、うん、あ、メガン、この間大阪でいつもスイート収録してるところでやったんですけど、そう、みんな来てて、ヘアメイクとかもしてもらってて、みんなめっちゃ可愛くて楽しそうで、一般のお客さんが来てくれて一緒に TikTok 撮ったりとか、まあ、撮影してたりとかな、楽しいな、そんな感じですね。なスイート16委員会パーティーを今全国でしてるので、ぜひぜひ、まあ、みんなも来てくれたらなと思います。来てください。オーディションもたくさんの方に受けていただきたいので、ね、まあ、YouTube とか TikTok とか Instagram とかもやってるので、ぜひ、はい、スイート16委員会のね SNS もチェックしてくれたら嬉しいです。個人でも TikTok、Twitter とか Instagram もやってるので、個人でもみんな頑張ってます、はい。なので、スイート16委員会の方の TikTok とか YouTube でも私たちのアカウントつけてもらってるので、そちらの方のチェックもお願いします。はい、見てください。はい、以上スイート16委員会でした。ありがとうございました。出た時はドキドキしたんですけど、なんかいろんな人が手振ってくれたりとか、動画とかカメラ撮ってくれたりして、ちょっとピースとかしちゃいました。どうでしたか？はい、滑りました。床滑りました。トークじゃないです、床が滑りまして、あっみたいな。リハーサルなしの割に頑張れたかな。確かに確かに、これを経験して次のシンデレラフェスも頑張れそう。確かにそうですね。それはもうちょっとね、これも良かったな。まあでも楽しかったな。時間は短いぞ。あっという間やったな、マジで。